土田秀久は、室町時代後期から、戦国時代初期の武士、土田秀定の子、妹に犬がいる。子に、長男、土田康久、次男、土田正久、三男、土田久道、長女、土田御前がいる。身の国家に軍土田郷の土田屋敷で生まれる。母は、明智氏の娘で、秀久と犬を産んだとされる。妹は、清三行で、 織田団状中華の織田信貞に嫁いだと伝わる。父と同様に、親類筋であるときし書流の明智氏に仕え、身の守護のときや終わり守護の柴義弘にも従った。炎徳三連には終わり守護の柴義弘に従い大お国へ、六角征伐に終わり勢の織田氏、前野氏、生駒氏と共に、終帝、秀久夫氏も加わり参陣した。当時の土田氏は、 美濃の豪族なので、主筋は、明智氏や時氏に当たるが、所要が、美濃国家二軍、土田郷で、終わり国と隣接していたため、遠席関係のある小田氏や生駒氏に従って、出兵した土田氏の複雑な実情が垣間見える。秀久の頃には、美濃土田で三万国の国高があったとされ、土田村だけでなく、周辺一帯を支配していたことが伺える。秀久の室は、 生駒家広の娘で、安久、正久、久道、土田氏午前を産んだとされるが、秀久と家広が対立したことが原因で離縁する。大英共六6年間には、秀久の記録がなく、天文2年に、生駒氏が土田に、不審案を創建していることから、それ以前に亡くなったと思われる。生駒氏が秀久と離縁後に、 聖火の氷いこまけで生んだのが土田久道と言われ、後に久道は氷長桜に今日構えた。土田城があった土田山の山麓にある渡り殿の地には室町時代の宝鏡院頭や五輪島が数期残っており、土田秀貞、秀久はじめ土田一族の墓とされる。地元では土田御前の生まれた屋敷跡と,とも伝承されている。美野土田氏は、 正統大将軍、木曽吉中の四天皇と謳われた、根イユキチの末裔と伝わる。根イユキチの子孫は、南大見守護、六角氏の家臣として仕え文明年間の頃に、大見国家盲軍から、美濃国家二軍の木曽が赤藩にある、土田村に移住した。土田山の山麓にある渡り殿の大井戸渡しを支配して、屋敷を築き、土田村の他にも田畑を開墾して、 領地を増やしていき、土田勢を名乗り、土豪となる。後に、土田秀貞は、明智氏の娘婿となり、明智氏の家臣として、美の国家に軍、土田村の所領を安堵され、さらに勢力を広げていき、文明、明王年間に、土田城を築く。尾張国海東軍、土田号に起こった、尾張土田氏は、土田と読むが、美の土田氏は、土田と読むので同族ではなく、 別流の一族と言われる。後に、美野土田氏、尾張土田氏は、共に、織田氏に仕えるが、両氏が、遠赤関係を結んだかは不明。織田の秀での性質である、土田御前は、美野土田氏の土田正久の娘と言われている。土田氏は、大見国の出身で、宇田源氏の流れを組む名門、佐々木六角氏の旗本を務め、代々、大見守るを称していた。 四代目の大見守州帝の頃、文明年間に、大見国家盲軍より、東見の木曽が赤藩の土田村に移り住んだ。渡り殿の大井戸渡しを支配して、土田村や下畑や川原田を開き、開墾領主として、当地の土豪へと成長した。明王元年に土田秀久が、 土田城を築き土田氏を称した、美の土田氏、ありがとうございます。